もしトランプさんが大統領になったら、イーロン・マスクはトランプさんに一体何を要望しているのか白坂慎太郎の経済ニュースの本質。 白坂慎太郎です今回はなぜイーロン・マスクはトランプを支持しているのかというテーマでやっていきたいと思います。はい結論は民間をより自由にするためというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はいまずですね、まあ、イーロン・マスクの壮大なビジョンということで言うと、まあ、究極的には再生可能エネルギーによる持続的な地球を実現していくということですね。はい対して でまあ、トランプさんの政策ということであれば、まあ、石炭とか石油とか天然ガスなどを、まあ、化石燃料を使っている産業を支援するという政策になってます、はい、ではなぜイーロン・マスクはトランプさんを支持しているのかということなんですけれども、はいまあ、イーロン・マスク曰くいわく私を含めて100%の完全完璧な人間など存在しないということですね、はい、だから、まあ、100%完全に同意できる相手もいないと いうことです、はい、なので、まあ、私たちにできるのは現実たった2人の候補者のうちより素晴らしい国を目指してより最善の方を選ぶことだけということですねだからまあ目の前に選択肢がもう2人しかいないんで2人のうちどちらの方がまあよりまあ最善かということです、はい、つまりまあイーロン・マスクは少なくても環境問題でトランプさんを支持してるわけじゃないということですだからトランプさんを支持してるからトランプさん さんの100%すべてを支持してるってわけじゃないということですね。 実際、イーロン・マスクはトランプさんとの対談の際に話題がですね AI とか医療とか環境などになった場合っていうのは珍しく歯切れが悪いということですね。こういった分野っていうのは明らかにイーロン・マスクの信念とトランプさんの信念っていうのは違うということですね。例えばイーロン・マスクっていう人は AI に関しては世界最先端をやってるわけですよね。例えば人型ロボットとかってい の本当にもう世界最先端で積極的にやってるということですよね。本当に将来的にはま自動車と同じ台数か自動車以上にま作っていきたいみたいなことを考えていたりします。だからもう AI 普及 AI 推進っていうことに関しては本当にも。 積極的ですよねでもトランプさんははっきり言ってそこはまあ全然積極的じゃないわけですよ。いや、AI ってめちゃくちゃ電気とか電力を使うんじゃないのということで、あんまりこうですね、まあ、AI っていうことに対してまあ何が何でもこれからどん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  AI を普及させていきたいっていう考え方はトランプさんの方は持ってません。はい。だから例えば医療っていうことで言ったとしてもですね、まあ、トランプさんははっきり言って政府として医療分野にはあんまり関わらないと。いや要するにもうそこは政府が 介入するところじゃないので別に医療業界を支援し,したいとかですね積極的にまあ推進したいというような考えって持ってないんですよね逆にハリスさんの方はや結局オバマケアのまあ推進ということで、まあ、民間の保険には必ずまあアメリカ国民は何らか加入すべきというのはですね、まあ 考え方として政策としては支持してますしまあ例えば再生医療、バイオとかっていうのもまあすごく積極的なんですよねハリスさんの方うが。だからまあ結局バイオ関連とかっていうことでまあ実際まあ医療関係とかで働いている産業の人たちっていうのはやっぱり軒並みハリスさんね民主党支持というところがあります。でまあ環境っていうことに関して言うとまあイーロン・マスクは再生可能エネルギー、トランプさんはまあ化石燃料なのでまあイーロン・マスクはまあトランプさんのまあこういったまあ環境とかっていう分野に関して いうと相当こう気を使いながら自分の信念っていうのをあまり出さないで抑えながらですねまあ無難な無難な話をするということでまあイーロン・マスクらしくないまあ珍しく歯切れが悪い対談っていうのをまあ分野についてはですねまあそういったちょっとこうあんまりこう積極的にまあ信念としてこう同意できない分野に関しては結構歯切れが悪い話をしていたりします。 はい、むしろまあイーロン・マスクはまあバイデン政権以前はやっぱり民主党の支持だったということですよねだからもうつい直近23年の話なんですよね、まあ、結局共和党支持に変わったのはだから元々は民主党支持なんですよね民主党っていうのはまあ革新共和党っていうのは保守なのでだから新しいこと新しいことに対して積極的にまあ応援していこう推進していこうっていうのはどっちかって言ったら革新の民主党の方なんですよね、はい、だからまあマスクはもともとイーロン・マスクはもともとは民主党支持でしたということですよね だからまあバイデン政権の1つ前はトランプ政権トランプ政権の時に別にトランプさんを支持していたわけじゃない支援していたわけじゃないわけですよねでそのトランプさんのさらに1つ前のオバマさんに関して言うともうイーロン・マスクはオバマさんの大ファンでしたからだから元々はまは民主党の支持者だったんですよね、まあ、政策からするとまあすごくもうしっくりくるわけですよ新しいもの AI ですよね医療だったら例えば再生医療とか培養とかですよねもしくはまあ例えば最先端技術 AI とか ていうことであれば、まあ、民主党の方がはっきり言ったらしっくりくるということです。はい、そしてまあ現在でもですね。まあ、ai とかまあ医療とか環境分野のまあ他のまあ、要するに、イーロンマスク以外のまあ純資産1000億円以上のビリオネアたちっていうのは、やっぱり民主党支持の方が多いということですね。 はい、だから、まあ、もし政策単位で判断ということになれば、まあ、化石燃料の支援とかっていうことへ、まあ、イーロン・マスク自体がまあ信念を変えたわけじゃないということですよね。トランプさんは化石燃料産業を支援しますっていうふうに言ってるわけですけどだからって言ってイーロン・マスクはトランプさんの支持だからって言ってやっぱりいや今までと違って化石燃料の支援とかっていうのを言ってるわけではないとそこを支持してるわけじゃないということです。はい、そうではなくて、まあ、イーロンマスクが本当に トラ,ンプのトランプさんの政策で支持しているのは、例えば、まあ、移民対策とか、まあ、税制対策とか、もしくは経済政策とかですね、まあ、こういった分野ですよね。あくまでも政府だからこそのマクロ政策に、まあ、はっきり言った支持をしているということです。だから自分の会社の、例えばテスラっていう会社にとってだったら、まあ、はっきり言ったら共和党のトランプさんよりも民主党のハリスさんの方うが、まあ、もしかしたら恩恵が大きいかもしれないわけですよ。まあ、明らかに再生可能エネルギーの方を 支持すするるっってていう,ふうに民主党ハリスさんは言ってるわけですからね、はい、だから、まあ、そ,うそういう,なんかこう自分の会社テスラのためとかっていうことよりはアメリもう少し1つえマクロで考えた時にアメリカ政府がアメリカに対してっていうことで、まあ、例えば移民とかっていうのは、まあ、はっきり言ってですね、まあ、例えばテスラとかスペース X の、まあ、範囲じゃないですよねやっぱりアメリカ政府の範囲だったりもしくはそのアメリカ政府が徴収する税だったりですよねえそうういいっったことっていうこととててに対して、まあ トランプさんの政策っていうのを支持しているということです。はい、例えばまあ、国が独立国であるためにはやっぱり国境ですよね。国と国の境目である国境っていうのはまあ、厳格であるべきっていうのがトランプさんの考えであり、イーロンマスクはそこに対しては完全に支持しているということです。はい、またはまあ、税とか経済ということで言うならば、まあ、小さな政府っていうのをトランプさんは基本方針にしている。まあ、共和党は小さな政府を方針にしてて、イーロンマスクはここの部分に関して。 はっっきり言ったら支持していいるととうことです、はい、例えば、まあ、イーロン流の、まあ、経営基本方針というのが、まあ、5つあるわけですけれども、はいまあ、1番目は適切な要求をするですよね、まあ、適切な要求適切な質問をする2番目は無駄なものは削除する3番目はです、ね、限られた予算の中で,です、ね、最高を求める最適化で4番目はです、ね、その最適化できた工程というのをできるだけ早く行う加速するで最終的には自動化するという、まあ、この5番と。 5つというのを基本方針として経営っていうのをやっていくということですよね、はい、でこの5つっていうのは5つが5つ全部大事なんですけど実は一番大事なのはその順番ということです実行順番が最も大事ということなんですね、はい、すなわちまず,まず要求ということですだからこれがまあ5つの中で一番最初で一番大事ということですね はいまあ、そもそも何が求められているのかということですよね。まあ、例えばその部品,なん部品であるとか、まあ、目に見えない無形のサービスであるとかもしくは規制とかルールだとかですよね。まあ、そういった一つ一つのものに対してじゃあ何が求められているんだということをまず一番最初に一番大事な考え方質問問いということで立てるっていうのをまあ大事にしてます。適、はい、適切切ななな質問によよる適切な思考とといいうことですよね何何がが必要なのか何が求めら られているのかっていうのが、もう一番最初で一番大事ということですね。はい、そして2番削除ということで、まあ、部署ではなく人、人責任者がなぜ必要なのかというのを明確に回答できないなら、無駄として削除するっていうのが2番ということです。 なので必ず人がどこか責任者っていうのがいるわけですよね。で例えばこの、まあですね、やり方っていうのはなんでこんなやり方をしてるんだとな。なんでこの機械を使ってるんだと。なんでこのソフトを使ってるんだと。何のためにこのルールはあるんだと。言った時になぜ必要なのかと。言った時にそれをまあ管轄している責任者がこれはこうこうこういう理由でこういう備品を使ってますと。こういう工程で作ってますと。こういう理由でまあ例えばこれだけの人員を配置していますと。 いうことで明確に回答できるんだったらともかくとしていや何でですかねと昔からずっとこの私たちの組織ではこの部署ではこういったやり方を続けてきてたんでとかっていうことであればもう削除ということですねはいそして3番最適化ということですけど最適化ってどういう言葉ですかっていったらまあ限られた制約まあ時間の制約だとかお金の制約予算の制約の中で最高の結果ですよねこれはまた例えばもし重要指標を売り上げっていうんだったら限られた時間 限られた予算の中でで売上最大化ですよねもし費用っていうんだったら最小化ですよね。えー、とかっていうことで何をまあ重要指標にするかってことなんですけどその自分たちが設定した重要指標を限られた制約の中でまあ達成していくっていうことをまあ最適化というふうに呼んでるということですよね。だから何が必要なの必要でないんだったら削除しましょうどうしても必要なんだったら残します残したんだったらそれを限られた制約の中で最高の状態にしましょうということですね。 はいそして4番加速ということで、まあ、最適化できた工程を最大限に高速で回すということですよねじゃあ今までどれだけの時間をかけて最適化できたんですかじゃあそれをできるだけ早く実現しましょうということですよねはいそして最後がまあ自動化ということですよね、まあ、結局人によって最適化された人によって加速されたものっていうのを最後はま例えばロボットだとかもしくは AI だとかっていうことで自動化していくということですはい しかしまあイーロン・マスク自身でさえ何度も逆の順番っていう最悪を体験しているということですよね。本人がこの5つを順番通り基本方針としていながらやっぱり組織っていうのはですね、まあ、なかなか思うようにいかない考えた通りにいかないということですよね。ついつい自分自身でさえ逆の順番で最悪っていうのを何回も体験したということです。はい、すなわちそもそも不要なものを自動化しましたと。だから不要なものの自動化を完了 させたとか不要なのにそれを高速でやれるようにしましたとかいうことを、まあ、究極の無駄っていうことでまあ、イーロンマスク自身もまあ身をもって体験しているということですよねだからまあ頭でとにかくこういう順番でやっていくんだって言いながらも、まあ、とにかくそれをいつもいつも徹底して確認しながらやっているということですそのまあ確認とか徹底がまあ ゆ緩くなってしまうと、まあ、究極のなんでそんなものを高,かあの高速化したのとなんでそんなものを自動化したのっていうことを、まあ、結局すぐ、まあ、会社組織っていうのはまあやりがちということです。 はい、だから、まあ、最も重要なのは順番ということですね。あくまでまずそれは何で必要なのか必要でないんだったら削除しましょうと削除して残ったものだけを最適化しましょうと最適化できたものを加速しましょうそして自動化しましょうというこの順番が大事であり、まあ、とにかく削除しなければ無駄なものを加速させたり自動化してしまったりするということですね。はい、だからこそマスクははでですね、まあ、アメリカのインフレっていうのは大きな政府であることが が、最大の課題だっていうふうにまあ、イーロンマスク。自身は分析してます。はい、すなわちですね。まあ、結局まあインフレっていうのはまあ物価上昇ってことになるのでお金と。 ものの関係とということになりますよねで金って言った時に、まあ、イーロン・マスクがなえかえ言っているのは政府歳出の増加率ですよね。だ1年で何,何パーセント、まあ、政府から出てるお金が増えたかっていう政府歳出の増加率がですね、まあ、結局民間の、まあ、ものですよね、まあ、有形の財無形のサービスこの有形の財と無形のサービスの増加率を上回った時っていうのは結果的には、まあ、社会に対して金の方が もよりもたくさん増えててしまってるんでだからインフレっていうのがまあイーロン・マスクの分析ですね。はい。なので、まあ、例えばコロナとかっていうのは一番分かりやすかったわけですけど、まあ、コロナっていうのは結局まあ外出自粛、ロックダウンですよね。だ人は働きに行けないわけですよ。働きに行けないから結局まあ企業による商品とかサービスの提供が減ったわけですよね。だものは減りました。だけど、コロナですごく困っている人がいるっていうことで、アメリカ政府はお金をものすごく出しましたということですよね。で、そうすると社会の 中ではお金はものすごく増えたんだけど提供される商品サービスは減ったんでだから結果的にはですね、まあ、物の価値が上がったわけですよね金が余ってます物の方が少ないですだからも物の方に希少価値が出て物価が上昇インフレということですはいいわばまあアベノミクス以前のまあ日本とまあ逆の状態がアメリカということですよねはいつまりまあ日本の常識っていうのはインフレじゃなくてデフレということですよねじゃあなんでデフレが起きてたんですかと30年ぐらいもと いうことなんですけど。 日本の場合は市場での流通量ですよね。では民間でまあ結局お金がぐる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 回るというその民間市場でのお金の流通量というのがとにかく増えないということですよね。節約貯金、節約貯金でまあ結局みんながなかなかですねまあ市場でお金をででで使う量というのを増やしてくれないということですよね。対して物っていうことであればまあ毎年のようにですね、新商品、新サービスっていうのはどん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 出続けるわけですからお金は増えない、物は増える。だから結局お金の方に 希少価値が出てしまって物余りということで、まあ、結局物価下落デフレという状態になってたということですよねだからアベノミクスっていうのはこれをなんとかしようということで異次元の金融緩和っていうことでなんとか市場に対して出すお金の流通量を、まあ、ある意味無理やりですよね、まあ、強制的に日銀から銀行に対してお金をたくさん増やすことによってなんとかしようとしたのがアベノミクスということです、はい、一方、まあ、現在のアメリカの場合ってことなんですけど、まあ、これはだからデフレの日本ですね アベノミクス以前の日本とは逆で、まあ、現在のアメリカは、まあ、政府はどんどんお金を市場に出していますとそれに対してはっきり言ってまあ民間から出ていく有形の商品とか無形のサービスがそれほど増えてませんとだから金ばっかり増えて物があんまり増えてないんでだから、えーですねまあ、物の方に希少価値が出て物価が上昇してますインフレっていうことをですね、はい、だからまあイーロン・マスクはトランプに、まあ、もしトランプさんが大統領になったら歳出削減 委員会っていうのを新設した上で、まあ、自分自身、イーロン・マスクをその歳出削減委員会の重要な地位にしてほしいということをトランプさん本人に要望してます、はい。これはもうトランプさんとイーロン・マスクの1対1の対談で、イーロン・マスクがもう実際トランプさんに直でまあ言ってることですね。歳出削減っていうのをやりませんかと本気でと。で、そ,のそれに関する委員会っていうのを立ち上げてほしいとえ。もし委員会立ち上げてくれるんだったら自分もすごくそこに対しては積極的 に関わるということを、まあ、トランプさんに対してイーロン・マスクは言っています。はい である意味、ですね、まあ、アメリカ政府の経営ですよね。ねだから、まあトラ、イーロン・マスクにとっての経営っていうのは、何が必要なのかっていう適切な要求をする、適切な質問をする、答えられないんだったら無駄ということで削除する、残したものを最善の状態の結果を出すために最適化し、最適化できたものを工程を早く回して、そして自動化すると。まあ、これがイーロン・マスクにとっての経営ということですね。はい、でこのののアメリカ政府の経営ってていうのに三角して小さな 政府の実現に貢献したいという希望をイーロン・マスクは持っているということですよね。だから とにかく歳出を削減しましょうと、ね、政府がバン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 歳出してしまうと結局民間の方でお金が余ってしまうんで物に対してお金の方が増えすぎてしまうんでだからインフレが、まあげえー、結局そこが原因になってるんでその根本原因なんとかしましょうよとだから政府の歳出減らしましょうよとでそれを歳出削減委員会という形で自分もですね、まあ、責任を持って関わりますよということを言ってます、はい、そして、まあ、もし小さな政府によって、まあ、政府の歳出っていうのを減らすことができ たら理論的には政府への歳入ですよねだから政府がお金を使わないんだったらだったら国民からですよねもしくは企業からそんな税金っていうのをたくさん取る必要ないわけですよ自分たちがサービスするから税金取るわけですよねで政府が自分はあんまりサービスしないサービスの量を減らすということになればそれだけで税金も取る必要がなくなるのでただから歳入も減らしていいということになるということですよね、はい、すなわちまあ減税っていうのをまず実現することができますよねということですよね そしてアメリカ政府っていうのは一つの大きな政府ということであれば一つ一つの例えば省庁っていうのがま権力と予算っていうのを両方持ってるわけですけどアメリカ政府が行うサービスっていうのを減らせばお金もいらないつまり予算も減らすことができるし実際その人たちが持っている監督するための責任だとか監督官庁としての規制っていうのを緩和していくことができるということですね。はい、そうすするるとと規制を緩和する今までだったたららこれは自分たちが管理しないといけないいいけから 勝手にやら、やってはならないということで規制してたわけですけど、まあ、結局、政府がやることを減らしていけばいくだけ、まあ、結局、規制を緩和することができるわけですよね。要するにまあ政府として責任を取らなくていいということになりますから、だから、結局民間ですよね、具体的には企業とか個人っていうのが、経済的にもっと自由になれるっていうのが、イーロン・マスクの今の考えということです。 はい、なお、ですね、まあ、政治的な視点ということで言ったとしても、まあ、今のはどっちかというと経済的な視点ですよね、小さな政府になれば減税をすることができるっていう、まあ、経済的な視点でしたけど、政治的な視点からしても、まあ、イーロン・マスクは言論の自由というのをものすごいやっぱり大事に考えてるということですよね。まあ、だから、言論を、ねまあ、制限するということに対しては、めちゃくちゃ消極的ということですよね。もうほぼ最大限ですね、まあ、はっっっっきり言言たらいいいいいろろんんなな人がんなことを言っていいっていうのを まあ、例えば、えー、旧ツイッター現在の X とかっていうのはものすごく大事な考え方主義にしてるということですはいでなぜかっていうと、まあ、イーロン・マスク自身は、まあ、民主主義っていうのはやっぱりあくまで言論の自由があってこそ成立するっていうのが、まあ、彼の信念になってるからということですね、はい、つまり、まあ、経済とか政治の両面で政府の無駄な歳出とかもしくは規制っていうのを削除した上で、まあ、今までより民間企業とか個人の自由を拡大させる ためにこそ、まあ、イーロン・マスクはトランプを支持しているということが言えると思います。だ、個別具体的な政策で全部イーロン・マスクがトランプさんを支持しているっていうわけじゃないということですよね。だからまあ再生可能エネルギーと化石燃料とかですよね。まあ、そういうふうにはっきり言って、ま自分の考えとは相い入れない部分っていうのがありながらも、でもまあアメリカ政府としてアメリカに対して何をするかっていうことを考えた時に、やっぱりイーロン・マスクっていうのは経済的にも政治的にも自由規制っていうのを嫌って自由っていうのを非常に 尊重しているのでだからトランプさんを支持しているということです。はいということで今回はなぜ、ま、イーロン・マスクはトランプさんを支持しているのかというテーマでやってきたんですけれども結論は民間ですよね、えー、お例えば企業とか個人っていうのを今までよりもさらに、ま、自由にするためにだからアメリカ政府としてアメリカにはこうした方がいいと思っていると、えー、それに対してはハリスさんよりもトランプさんの方がイーロン・マスクの信念に近いからということです。そして 最後に大事なお知らせを2点させてください1点目ですね白坂のメールマガ登録特典ということで、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただけますもし内容に興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください、はい、2点目ということで新たな革命ということですね、はい、世界時価総額ランキング1位のアップルに関連して新たなコンピューター革命という価値の高い動画 講義を無料にてお受け取りいただけますもしないように興味関心があるという場合は概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴くださいはいあなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝していますいつも本当にありがとうございます幸運を